るその電気の流れを見るっていうのがこの ECG なんですね。はい、こんにちは。今日は、Apple Watch の、ECG 機能のが、来ましたので、見てみましょう。設定を入れるのに、なんだっけ。心電図を設定するには、ヘルスケアからやってくださいって書いてあります。なので、ヘルスケアをやって、生年月日を入れる。で、そうするとこの画面です。心電図の、アップの仕組みということで、心電図は、心臓の電気的な活動をなんちゃらがこうしていくって、まあ言うなれば心臓のリズムをですね、見ることができるんですね。今まで心拍数が見れたんですけども、実際にこれが心臓の動きを見ることができるようになりました。まあ実際には心臓っていうのは動くのに、体の中で電気を発していますから、その電気が体にどのような、心臓にどのようにこう伝わっているかっていう、その電気の流れを見るっていうのがこの ECG なんですね。では見てみましょう。で、なんかここで取り上げられてるのは、まあ、この同調率っていうのが、通常の心臓の心拍のリズムです。今ここに出てますね。ちょっとフィルマっていうか見にくいかな。心電図というのはですね、これがいお、この山が、これが一区切りです。まずここの1個の小さい山が出て、その後に大きい山と小さい山が来る。これがまず基本なんですね。なので、まずこの小さい山があって、で、その次にちゃんと大きい山が続いている。で、この形っぽくなってるのが大事なんです。はい、すげえざっくり言うと。で、この続きが、こちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山、ちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山ってなるのが大事なんですね。これが基本なんです。で、ここのね、このラインがまっすぐになってるというところも一つ重要になります。まあ、あとはね、偉い人が知ってるんで、聞いてください。ということで、こうやって見るとですね、ここでこうちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山、ちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山。で、ここにもちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山。で、これがずっと繰り返すというのが同調率で、まあ、正しい心臓の動きになっていると。で、あとなんかこのアップルウォッチの ECG のところで、この心房細動についてはなんかよく言って。っていうのが、まあ、このさっき言った原理からいくとですね、さっきの、ところからいきますね。ちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山、大きい山っていう感じですね。本当だったら、ちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山、ちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山っていかなきゃいけないのに、これなってないんですよね。ちっちゃい山、ちっちゃい山、ちっちゃい山、大きい山来て、ちっちゃい山来て、ちっちゃい山、ちっちゃい山みたいな。あ、じゃあこれじゃあ正しい心臓のリズムになってないんですね。というところを心電図は見ます。このちっちゃい山とか大きい山とか、その間隔とか、この大きくなってないかとか、この間隔って言ったのは、ここの大きい山にもリズムが一定なはずなんです、通常は。だけど、ここでほら、ここが違うでしょとか、そういうところを見るのが心電図なんですね。で、そのさっき言ったちっちゃい山の最初のちっちゃい山は上のフクロウ、その後の大きい山、ちっちゃい山っていうのが、下のフクロウですね、こう動かしてるのを、こう電気信号を見てるんですけど、ね、この2番目、2番目、上から2番目に出るのは、この上のフクロウですね。上のフクロウがなんかこうブル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 震えてるような感じになってるのがわかるよね、みたいなところになります。あとは、低心拍数だったり、高心拍数ね、すごいゆっくりした脈の人もいるし、速い脈の人もいるしっていう時に、なんか感知してくれるみたいです。で、まあ、測れてないってことですね。まあ、人間は絶対に生きてる限りは出るので、おそらくこれはデバイスの問題ですね。測り方の問題です。続けてみましょう。何か書いてあった。これは診断結果ではありません。使用中の薬や治療内容を変更する前に、必ずに
医師に相談してください、ね。まあ、あくまでこれは見るためのデータでしかありませんから、心臓発作を見つけることができません。ちょっとまだやってないんですけど、おそらくこの測るときが一番ネックなんですよね。測り方によってさっきのちっちゃい山、大きい山、ちっちゃい山が、こうぐちゃぐちゃになったりするのが本当に心臓の心臓の電気信号でぐちゃぐちゃなのか、それとも測ってる時に動いているからぐちゃぐちゃなのかっていうところがあるので、まずそこでちゃんと読み取れるかっていう問題と、おそらくこれを、アプローチで ECG を取る時に、動作で結構時間がかかるから、なんかちょっと怪しい心臓発作が起きてる時に多分そんなことやってるんだったら連絡した方がいいよってことなんだと思います。血液凝固や脳梗塞を感知することはできませんですね。これさっき言った、心房細動の時に、その上の袋と下の袋のその動きを感知して、まあ、心電図で、それを発見することができるって書いてあるんですけども、まあ、上の袋がですね、こうブルブルブル震えてる状況のままでいるとですね、血が滞るんですね。そのせいで血液が、上の袋にこう残ってしまって、それが血栓として体全体にこう流れていくんですね。そうすると頭の方に血液の塊がいけば脳梗塞になったり、またその他の臓器に行けば血栓症となるっていうところで、まあそれは感知できないよと、まあまあ心電図見るだけですからね。その他は心臓関連の病気を感知することはできません。高血圧、血圧計がついてないですね。うっ血性の心不全、あと高コレステロール、まあ、これらは実際に血液検査をしないとわからないというところが、わからないというところがすげえピントが回ってんだけど、おいお前こうか、わからないというところが、一番の、まあ、アプローチの今のこの心電図機能の限界ですけど、まあ、そのうちなんかね、非接触で血を取らなくてもできるようになりませんかね。体調が良くないと感じるときには、まあ、医者に相談しましょう。健康診断第一。最初の心電図を取る。で、体をですね、電気がさっき言った、その心電図体の電気を見ますから、体、おそらくここから電気が発して、体を通って巡って、最終的に指を通してここに通るんですね。そう。一周ぐるっと回っていることによって、その電気の周りを見てるんだと思います。うん、多分。はい。まあ、いいです。心電図が見れればいいんです。はい。見てみたい。ただそれだけです。ということで、やってみる？まあ、結果出さなかったら、俺なんかあったってことだからね。俺もフィルム貼ってるから見えにくい。正確な心電図を測るには、設定で、なんちゃらかんちゃら、左手に装着されています。装着されてます、はいはいはい、はい、出ましたけど、俺めちゃくちゃ今ねちょっとね、この親指がめちゃくちゃちょっと汗かいてたけど、まあ、とりあえず測れましたね。はい、まあ、まあのパッと見今の普通だったから大丈夫かなにしちゃって、ということでこんな感じの大きい山、ちっちゃい山、大きい山ですね。まあ、形としてはこうやって出るのが同調率です。なかなかこうやって動きがあると線が揺れてしまって、まあ、見えないっていうのもあります。まあ、ただこうやって測ることで、まあ、その今の心電図の状況が分かるということが大事ですね。まあ、まあ一つの生活の質を維持する、また良くするための材料として、こいつは使えるんだと思います。あ、すごいね。これデータが全部出るんですね。測れなかったどうかとかも。同調率だったとか。でも、いざこんな普通にやるだよね。心不全ありそうですよ、みたいな。なんか、警告出ても、ちょっと、どうしようかって思いますよね。はい。じゃあ、はい、ということで、はい、どうも、こんな感じで、アップルの、アップルウォッチの、
ECG 機能ですね、試してみました。うん、まあ一つのね見方としては面白いんじゃないですか。いいと思います。皆様も健康に気を使って生きてみましょう。ではまた。